れてきたのはミニスカポリス楽曲ダンスオールナイト、そしてステージへ上がるポリスたち。曲が変更された意図に気づいた容疑者。そう、知らない曲では判断ができないため、ポリスたちの曲で正しいダンスと比較し検証するのだ。突如ヒゲダンスをする容疑者、完全にダンスオールナイトを覚えていない。さらになんとかポリスたちについていくが、フォーメーションチェンジについていけず、ステージの外へ強制退去される。容疑者はステージに復帰、センターの位置を死守。目立ちたがりのナルシストというのは報告通りだ。安藤ポリスをチラ見し、ダンスを真似る。2番に入りダンスを覚えてきたものの、明らかに息の合っていない奴がいる。そして再びフォーメーションチェンジ。ソロパートを邪魔されたくないサナポリス、容疑者を弾き飛ばす。だが諦めない容疑者、またもセンターの位置に復帰。どうしてもセンターの位置を死守する。それでも飽き足らない容疑者はドン引きする。リコポリス乗ってきた容疑者、大事なラップパートに入り釣られる安藤ポリス。アドリブによって迷惑をかけるという決定的な証拠である。そしてヒゲダンス、さらに容疑者のマイケル・ジャクソンが炸裂。もはや今はミニスカポリスのバックダンサー状態である。ペースを取り戻そうとするポリスを容疑者が妨害。全然 OK ではないままグダグダ状態でダンス終了。自分がもはやもう変なおじさんだなと思ったんだ。変なレオさん、自分変なレオさん、こんなこんなしてる。まだまだですよ。ダンスオールナイトちゃんと練習してるんですか？してるはずないやないかい。してない。してるはずないやないかい。してない。してませんよ。してない。はい。逮捕。関連した容疑者はダンスの練習をしていないことを自供。目立ちたがり屋の末路は逮捕というクライマックスであった。
激動の末一件落着したミリオンジャックゲンズ応援要請編。エンディングはミニスカポリス人気ナンバー You Make You My Day、 ラジオサードステージ生ライブをお届けします。
さすが千鶴さんのお友達はみんな綺麗だね。飲んで飲んで。そんなそんなそんな、こちらこそ今日はよろしくお願いします。それにしても皆さん、すだれみたいな頭してますね。失礼でしょ。褒め言葉ですよ。なんでね、すだれみたいじゃん。ちずみさんじゃない、しょうがないでしょ、うちらでフォローするしかないよ。ていうか、滝さんも看護学校通ってるんですか。僕たちも医大生なんですよ。気が合いますね。はい、将来は皆さんと一緒に医療に従事したいです。18って言えば、この西園寺も一番年下で同い年だよ。そうなんですか。っていうか、俺今女とか興味ないんすけど、頼まれたから来ただけで。もしかしてゲイ？踏んづけてやるやだもや踏んづけてやるやだ。勉強一つなんですね。素敵だと思います。そういえば、今度の学園祭、うちコスプレ喫茶やるんだよね。客も店員も全員コスプレ。千鶴さんたちも来てくれるよね。絶対行きます。でもアリサ、どんなコスプレして行ったらいいかわかんない。皆さんはどんなコスプレが好きですか。やっぱりナースとかチアガールがいいね。俺はスッチーとかかな、清潔感があるやつ。はい、ミニスカートの婦人警官どうですか。俺あれ超嫌い。なんだっけ、ミニスカポリス。そういえばいたよな昔。最近復活したらしいぜ。あれはなってない、マジで下品。あの俺ほんと昭和かって感じ。今21世紀って分かってんの。見てるこっちが恥ずかしい。もう話題変えるよ。私はお酒の話とかするから、あんたフォローして。あんなの着てる女とかマジ寒すぎて引いちゃうんだけど。てかむしろ実際見てみたいって感じ。ガキが。ねえ西園寺くん、これ以上私たちの悪口言うと豚箱に。豚箱ぶち込むぞ。かきちゃん、さっきから聞いてる、下品だ、恥ずかしいだ。着せてやろうか、あたしの制服着せてやろうか。なんか言うことあんだろ。すいません。声が、すいません、声が小さい。グイ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 。未成年者飲酒の現行犯で。え、いやだってグイグイ。なんか言ったか。言ってないです。行くぞ。逮捕逮捕は楽しいな。それ乗れねえ。タキちゃん、年齢詐称も犯罪だよ。この番組ではスポンサーを大募集中。ミニスカポリスの頑張りを評価し、彼女たちを応援してくれるそこの企業の方、ぜひご覧のあつ先まで問い合わせください。